もうこれ以上ファンを増やさないで、岡田正輝、彼氏感たっぷりの添い寝ショットに反響。赤ちゃんかと思った。俳優の岡田正輝、34が14日までにインスタグラムを更新。彼氏感が味わえるような添い寝ショットを公開した。この日、岡田は鼻が詰まって眠れません。皆さん、お体お気をつけくださいね。しかし、 花が詰まってるように見えないと綴り、フードをかぶって横たわっている写真を公開。写真の岡田はカメラに向かってまっすぐな目線を向けており、まるで岡田に添い寝されているような構図だ。岡田のプライベートの表情が垣間見える添い寝ショットに、ファンからは、このような角度からでも美しい顔をしている、素晴らしいね。もうこれ以上ファンを増やさないで、 インスタの使い方100点満点すぎる赤ちゃんかと思った。わあ。振動。何これ。可愛すぎるかっこよすぎる綺麗すぎる。彼氏間にやられてます。と興奮気味や絶賛のコメントが寄せられている。鼻詰まりで苦しんでいた岡田だが、ファンにとっては思わずテンションが上がってしまう。需要たっぷりの写真だったに違いない。